PVE ってさ、何なの？配布される感じなんかな？これ配布されてるかな？メールは来てないかも。てかさ、待って。エスケープフロムタルコフってさ、ついに課金のあれ来たんだ。え、マジで資金繰りきついのかもな。スタッシュアップグレード。アパレルアンロックついに来てるやん。まあ、これは、いいよね。これはいい要素だと思うんだけどな。え、アーバンレスポンダーってさ、ゲーム内にあるくね？ゲーム内のやつを最初から使えるってことかな？なるほどね。まあ、厳しいってことですかね。なんで今日このエスケープの様子を見に来たかというと、ニキータ最近ツイッターで結構うるさいというか、ツイートがやっぱすごくて、なんかアンケートめっちゃ取ってんの。どうしたんと思ってね、やっぱ。いや、あれはね、良くないよ。あれはマジで良くない。今、インレイドなしのイベントやってるよね。マーケット出品のインレイドなしか？いや、俺これね、わけわかんないなと思ったね、はっきり言って。なんかその、配信者の意見を取り入れて今試してるんでしょ？やばいよなぁ。あ、お前らの言う通りにしたら、ほらな、つまんねえだろ？っていう助走、今。全力パンチの助走ってこと？いや、それだったらいいね。それだったら全然いいけど、インレイドなしって、マジで意味不明だけどな。退化してるじゃん、ゲームとして。そう、インレイドは、ちょうど俺が始めて1年ぐらいのタイミングで、あまりにも、うまいところへの裸ナイファーが多すぎて、装備着ていく意味なくないみたいな。インチェもそうだし、今ビットコイン高いからインチェもそうかもな。インチェもそうだし、ラボもやばくて、っていうのがあってなくなったんだよね。インレイドなしの出品って。これって、まっとうな調整だと思うんだけど、なんで戻ってんのかマジでわかんないな。意見だったとしても、試す必要ないと思うんだけどな。やっぱニキータの中身が別人説、もう今は、影武者説、濃厚化。まあ、ほら、つまんないでしょの流れだったら、まあいいけどね。いや、でも、転売でお金が増えるのは、まあ、ここはおもろい要素だと思う。昔さ、玉をお店で買ってマーケットに流すみたいなのがあったの。これはね、まあでも、面白い要素で、ここはね、別にいいと思うの、俺は。ツイッターのシリーズで一個だけいいなと思ったのは、そう。レイド中のアイテムをポーチに入れられなくする。これはね、まあいいかなと思う、俺は。外に出したり、中のものを使うにとどまる。それは、まあおもろいかなとは思うけど、インレイド外すのはマジでありえないと思うけどな。いや、正直だからね、マジ雲行き怪しくなってるね、相当。あ、でも使いやすくなってる、ちょっと。あ、なんか今、マークのキーの中身上手くなってるらしいよね、調整で。まあ、カードキーってか、キーカード部屋をうまくするみたいな、キーとか、カードの鍵部屋をうまくする調整みたいなのがあるっぽいしね。いやー、お父さん心配です。最近の調整は、まあ、高いエディションは、まあ別にどうでもいいんだけど、調整がちょっとひどいわ、ここ
ワンパッチ前からやっぱコミュニティの意見を聞きすぎるっていうのは悪っていうか良くないことだね。そう、しかもツイッターなんてもうやってないやつしかいないだろうし、いや、フリマ消すみたいなやつはちゃんとツイッターに書いてあったよ。その想定されるプランの中で一番実現性の低い例えばの話だから、あれは。てかアリーナ作んなくてよくない？ってやっぱ思うよね。アリーナマジで顧客が求めてたものじゃないんだよな。マジで顧客の求めてるものじゃない。まあ、PVE は、まあ、100歩譲って俺は結構いいなとは思うけどね。まあ、PVE は面白そう、普通に。こういうゲームのやっぱ、PVE モードって結構人気あるから、それはね、歴史が証明してると思う。COD とか Halo とかも、PVE の協力モードって、結構根強い人気があって面白いから、まあ、ちょっとやってねえから知らんけど、これってさ、あれなの？本来マーケットに出せないはずのものも出せちゃう感じ？あ、それは出せないままなんだ。そう考えると、意味不明だよな。まあ、ちょ、俺もさっきの聞きかじりでしかないんだけど、なんかその、PVP を促進させるためにインレイドを外したんだったら、すべてのものを PVP っていうか P の装備をマーケットに出せないと、その話、理屈が通らないじゃん。いや、マジで変える必要ないと思うけどな。マーケットに出せるものも今のまんまでいいし、インレイドも外す必要がない。ゲーム内で貫通力見せるようになったのは、めっちゃいいよね。いや、ワイプ前のおふざけ。なんかさ、そうだとしたら、見栄え悪いよな。ツイッターで意見を聞いて反映させるっていう、不安になる要素しかないやん、これって。で、今ふざけ、お前今、ふざけて、冗談通じる状態だと思ってんのみたいなところもあるし、やっぱさ、いや、ジョークですやん。っていうのはさ、なんかこう、普段真面目なやつとかが言ったら分かりやすいんだけど、そう、なんか、マジで普段からというか最近わけわかんないこと言ってるやつがジョークですやんとか言っても、え？としかならないから、アリーナブレイクアウトも、パッとやった感じは、まあ、タルコフの代わりにはなれないと思うけどね。やっぱ、他のゲームをマジでやって思うのは、やっぱバランスが優秀なんだよな、とは思うね。だからそのバランスが崩れてきてるのは、ちょっとな、頑張ってほしいけど。PVE ちょっとやりたかったんだけどな。マッチに10分ぐらいかかる？おっそ！なんで？あ、もうマーケットとかも全く別なんだ。あ、そうなんだ。なんかそれは別に、いらないな。いや、なんかじゃあそういう意味じゃなくて、マーケットというシステムがいる？って思っちゃうね、俺は。なんか、あ、そういう感じなんだっていう感じなんだよね。PVE モードって、面食いじゃん。基本的に。え、じゃあさ、違いないってことじゃない？ほとんど。俺むしろ、それはない方がいいと思うけどな。人口分散しちゃうけどな、それって。ゲームとして。なんかその、COD とか、Halo みたいに、なんかレベル1がカスタムで、なんかその、どこまで行ってこのミッションを完了しろ、みたいな肝心な、まあそれこそヘルダイバーズとか、なんかそういう感じの、マッチングとかじゃなくて、運営が用意してあるステージをどんどんクリアしていく。後半の方が難しいよ。装備は手前でファームして、まあトレーダーから買ったりしてね。みたいなね。そう、キャンペーンモードみたいなね。そういう感じを期待してたんだけど。いや、これマジで、
ルーズルーズじゃないけど、 PVE やりたい人は多分近いゲームが出てきたらやめてそっち行っちゃうので、 PVP がある程度好きで、まあ、別に隠れてる灰色の人たちがいてもいいなみたいな、俺のような人たちは人が減るのがきついの、単純にマジルーズルーズな気がする。 それこそスタルカーとかさ、なんかそれ似たようなゲームってあるから、 PVE でいいんだったら。砂漠負担がひどくて人が減ってもいい的な発言があった。それはやばいんじゃないか。人が減ってもいいよ、やっぱ言っちゃいあかんで。ねえ、ゾンビモードみたいにウェーブ制とかで、そっちでもよかった。その面食りタイプじゃなくて、いわゆるあのスパルタンオプスとかみたいなタワーディフェンスみたいな感じでも俺は面白いなと思ったんでね。そのいや新建設で10ウェーブ生き延びろみたいな、ハイドアウトを守ろうとかね。それだったら別のゲームでいい。いや、このタイプは別のゲームでいいとはならんけどね。だってこのタイプのゲームって一生やらないもん。このタイプの面食り性のゲームのやつって、このタイプのジャンルが好きな人って、別にまあ俺も好きだけど、タワーディフェンスみたいなゲームってまあある程度やったらさ、同ジャンルの別のゲームに行くじゃん。まあ、よくねとはならんけどな。面食り通じない？面食り通じないか。あれで一番多い、いわゆるメトロイドバニアっていうさ、全部のステージがくっついてるタイプの横スクのゲームとかと対比して、面食りのタイプのゲームっていう言われ方するよね。そう、マリオとかは面食り。これスーファミ世代の言葉？ほんと？まあでもオジの言葉なのはそうかもね。っていうか、悪魔城のあれな気がする。俺あんま悪魔城やったことないんだけど、悪魔城ドラキュラってさ、面食りとそうじゃないメトロバニアのそのやつがあるじゃん。悪魔城ドラキュラ知らず？勉強せんか最近の若いもんは。